りしようえさくさん、にゃん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 、あけみーたん、にんじんぐーちゃん、これもいますよ。チーム対抗オメガストライカーズで5勝するまで終わりません。イエーイ。ということで本日は4月28日にリリースされたばかりのオメガストライカーズで遊んでいくんですが、はい、ただ遊ぶだけではございません。あー、チームに分かれてどちらが先に5勝できるか対決したいと思います。ーチーム分けは、うん、ここ、はい、ここでもうチーム分けしております。はい、はい、リオヤン、くーちゃん、むちゃチーム、はい、そしてサクさん、みたん、まいまいチーム、うわー、3対3で対決していきたいと思います、うん、はい。早速なんですけど、はい、それぞれ自信はありますか、どうですか。やっぱり私はもうゴールキーパーめっちゃ得意なんで、おー、自信あります。おー、待ってくれそう。はい、こちらは、リオナは好きなキャラがいるんですよ、うん、だからそれを使って今回は挑戦したいと思います。うわー、いいね。まあね、みんな毎日やってるんで、そうね、成果しっかり見せちゃいましょうよ。はい、はい、それでは早速やっていきましょう。それではまず、うん、それぞれのポジションと使用するキャラを発表していきたいと思います。はい、じゃあまずこっちチームから、はいはい、まずはリオナはドゥブでキーパーをやります。おお、もうドゥブのほんまにキャラクターのビジュアルがもうほんまに一目惚れで、うん、めっちゃ可愛いんですよ、うん、だからもうゲームが配信される前からもう絶対にこれでやるって決めてたので、うん、もうこの熱意をゴールで決めます。おお、キーパーやろ。キーパーのくせにゴール決めた。放棄してしまった。フォワードでアイミーを使います、はいはい、パッていっぱいキャラクター見た時に、うん、まずアイミってピンクやん、うん、めっちゃ可愛いなと思って、うん、でそやし耳生えてるところも可愛いし、うんうん、あと表情めっちゃ豊かやから、うん、見てて面白いからすごいいいなと思ったので、うん、アイミ使いたいと思います、うん、あ、いいですね。ルナでフォワードをやりたいと思います。はい、もうルナはこう今あるキャラの中で多分一番小柄で、うん、ちっちゃいんですけど、うん、なんか使いこなせたらめっちゃ強いみたいなので、うん、そのね、技をこう繰り出していけたらなと思います、うん。じゃあこっちチームは、はい、私はフォワードでジュリエットを使いたいと思います。はい、もうね、プレイしていて、うん、一番やりやすくて、うん、楽しいんですよ。あ、ぜひゴールをいっぱい決めたいと思います。あ、はい、私はエラを、ね、ゴールキーパーで使います。おー、エラー、エラー、そうそう、魔法陣とかの、ね、技がめちゃめちゃ強かったりとか、うん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 、あと見た目と声がすごい可愛くて、うんうん、めっちゃ好みで、うん、マイマイっぽいよね。うれしい、マジマイっぽい。そうそうそう、めっちゃ好きです。はい、私はジュノでフォワードをしたいと思います。ジュノもね、なんか他とはまたタイプの違う可愛さと、うん、あとやっぱ技が強い、うん、そうやね、そうなんですよ、すごい強いので、うん、使いこなして勝ちたいと思います。はい、じゃあまずは、うん、こちらのチームからね、はい、やってもらおうと思います。はい、頑張りましょう。うん、さあ、さあ、上、おー、いいよ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 、あ、いいよ、いいよ、あ、いけいけ、今めっちゃ攻撃されたよ。しよし、いよ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 、あーない、あー、ハーサーサー、ナイスセーブ、あー、すごい、あー、ダメル、あー、あれ、痛い、ルナが痛い、痛い、あー、大丈夫、まだ1点やから、まだ1点やから、一応喜んど、5点選手なのでね、はい、まだ大丈夫、まだ大丈夫よ。うわー、あー、壁が、壁が、もういた、アイミーの強いところやな、うん、アイミーのこの技が本当に強い、あー、めっちゃ強くない？いいよ、あ、いいよ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 、あ、いいよ、いいよ、いいよ、くーちゃん、くーちゃん、いいね、いいよ、よかったよな、今、うん、なあ、お、あー、開いちゃったー、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、いいよ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 、ちょっと、いいね、いいね、あ、おー、やったー、やったー、リオが勝ってた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 、
いいパス。ナイス。アイミー、アイミーのあの技にぶつかった。ジャンクが。あの爆弾やばいよな。あーあー残念ですね。まあまあまあそんなもんですね。じゃあ次こっちチーム、はい、見せてやりましょうよ。そう覚醒したらな、めっちゃいけるから覚醒する。みっちゃんがね。そうみっちゃんが。みっちゃんが。自分自身が。そう自分自身が覚醒する。よし頑張りましょう。もっと散らばれ。みっちゃんすぐそれ言う。
集中集中、ほんまにサッカーしてる、いや集中集中、めっちゃ楽しいよな、楽しい、あーやーダメさっき気持ちが先走る、めちゃやばいやばいやばい、強い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 人たちですね、やばい、うん、今の行ったと思った、やばいやばいやばい、あー今のちょっと油断した、はい、ということでここまでね何戦かやってきたんですけれども、はい、途中傾向を発表したいと思います、わーい、まあ、かなりね盛り上がってましたが、はい、そちらのチームは何勝ですか今？ゼロ勝。ゼロ。ゼロ。これからが伸びしろですよ。これからですからね。集中できる。さあ。なるほどなるほど。はい、対するそちらは。こちらは？はい。二勝した。やりますね。結構リードですね。まあね。チームワークですから。そうですね。頑張りましょう。はい。ということでこのゲームはこんな感じで、基本プレイは無料で遊ぶことができます。はい、そして、はい、スキンだったりアイテムは購入することもできます。おー、そしてねキャラクターも無料でアンロックがね、うん、開始できるのがまたいいところですよ、ね、うん、はい。しかもこれみんなでできるっていうのがいいよな。うん、マジでめっちゃ楽しい。叫びながらやるの楽しい。そうなんかキャラクターの声もすごく魅力的で、うん、声優さんとかもめちゃめちゃ豪華やから、うん、もうより一層ねゲームを楽しめるなと思います、うん、ということでここから後半戦、うん、またやっていきましょう、はい、頑張ります、頑張るぞ、あナイスキーパーナイスキーパー、ナイスキーパー、ちょっと瞬きできなくて目標くる、よし、あと2勝、はい、ちょっとここからは作戦変更で、はい、ブーが一旦ゴールキーパーに、ゴールキーパー、面白いなそれも、え、ちょっと待って、ちょっと待って、あと2勝、ブーブーと、ブーブーと、ブーブーと、アイミ今ジュノとジュリエット通ってる、ジュノとジュリエット通っ、えっ、よーし、これはこれはこれは来た、これは勝てますよ、え、すごい、めっちゃ喋るよ、頑張ろう、ミラクル来た、めっちゃ速いかいや、めっちゃ速いかいか、速い、めっちゃ速い、あ、いいよ、開いたよ、開いたよ、開いたよ、いいよ、
大丈夫大丈夫。サクサ覚醒。大丈夫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 。まだまだまだいけるよ。まだいけるまだいける。あ、あれぷよを踏んじゃった。ぷよ、あ、エヴァさん。頑張って、お願い。え、あー、行ってもらった。ダブル KO。 ダブル KO。 頑張って。あ、水、くっちゃ帰ってきた。ちょっと待って、5秒、4、3、2、1。お待たせしました。あ、お待たせしました。あ、行けた行けた。あー、端っこにいるとスタンしまった。おいしょ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 。種類もめちゃくちゃ多いので、もう自分の好きなキャラに必ずね、出会えると思います。しかもこれね、フレンドになったらさっきみたいにね、チームで一緒にできるので、すごいいいんですよ。楽しい、盛り上がれる。そしてプレイは基本無料で、みんなで楽しくサッカーバトルができるカジュアルゲームです。クロスプレイに対応可能で、PC、iOS、Switch などね、様々な機種でプレイすることができます。おもちゃの機種でぜひダウンロードしてみてください。してみてね。皆さんもぜひ私たちと一緒にオメガストライカーズで盛り上がりましょう。次回の動画もお楽しみに。